本当に今日何もしてないんだけど、あ、料理はしたんだけど。料理はするんかい料理はするんかい。こんばんは。パンの長手今さパジャマにさしてるからさ、だから今日もうなんかね一日中あれだよ、パジャマでいたせいでこんなことになってる。今日いかに私が怠惰な生活をしていたかがわかる。そして今ママから LINE が来たんですけど、ママもカレー作ったみたいです。今日通じとるな。ちょっとちょっと待って、よよし、こんばんは。今日はメンタルが終わってるので本当にゴミみたいな生活をしたんですけど、今からキッチンをきれいにします。何カレー？今日はなんかこの前玉ねぎとじゃがいもってさ、まあ、何でも使えるからさ、とりあえず買ったんですよ。まあ、何にでも使えるしと思って、で今日その調味料を見てたらカレールーがあって、あ、そういえばさこの前カレールー買ったじゃん、カレー食べたいなと思ったんだけど、お肉がひき肉となんか焼肉用の肉しかなかったからひき肉にした。鶏豚の合いびき、とりあえず何でも肉入ってたらいいかと思って。ゆちさん可愛い人ありがとう。あ、シーフードカレーにしてもよかったね。シーフードエビしかないな、シーフード今シーフードミックス、そういえばこの前終わっちゃったんで。今日もマジなんかダメな日だったんで、珍しく、そう珍しくダメな日だったんで、ここ最近珍しいんですけど、なんか鏡を一回も見てなくて、配信始める前にフラッて見たんですよ。そしたら今日なんか目がパッチリ開いてる日だったここ最近なんかむくんでて目がなんか毎日調子悪かったんだけど、今日のお目目調子よくて、うわメイクすればよかったと思ったけど、今更メイクする元気は起きなかったんで今そのまま配信してますこんばんは。皆さんこんばんは。ちょっと頑張っていきます。本当にね、あかんです。こんばんは、さやちゃんやほやほー、とめさんタコありがとう。そういえばあれだ、年末年始の背景じゃなくなってる。あれ昨日もそうでした？今日から、昨日どうだったっけ、配信の時忘れちゃったな。ついに通常の配信に戻ってしまった、というわけですね。ちょっと洗い物たまりすぎてさ、シンクちっちゃいからすごい洗いづらい。どうしよう、何から洗ったらいいんだろうこれ。取れないか。よいしょ。今日さ買ってさ、もう冷凍にずっと入ってたさシシャモをさ揚げ焼きにしたんですよ。久しぶりに野菜食べたんだけど、
美味しい、あ、野菜じゃない、魚食べたんだけど美味しかった。あんまりにも眠らせてたからさすがにやばいぞと。一旦今ね冷凍庫をすっきりさせるのを目標にしてて、あるものを今ね使い切りたくて、今日もひき肉使ったりとかししゃも焼いたりとか、ちょっとずつキッチン綺麗化計画進めてます。着々と。16日から通常に戻った。昨日からか。じゃあもう昨日普通だったんだ。全然気づかなかったな。昨日はなんかそんなこと気にしてなかったな。いつもと違う配信だったし。こんばんは。昨日はあんなに元気だったのにさ、一日での落差えぐくない？でも意外と喋ってみたら自分が思ったより元気でびっくりした。こんばんは。まあずっと気張ってたんでしょうね。なんかさ、そう、最近さ自分の性格についての自分の自らの研究が進んでおりまして、私一人でいるのすごい嫌いなんですよ最近は。なんかもう幼い頃に一人で行動しすぎて、もうなんか一人で行動したいフェーズを通り過ぎて、今はなんか誰かといたいフェーズに入ってて、二十歳を超えたぐらいから人とご飯食べるの大好きみたいな。でも元々が一人で行動するタイプの人間やから、人といると知らぬ間にめっちゃ気張ってんだろうね。人と過ごさない日がパッて一日とかあると今日みたいになる気づいた反動だこれは。めっちゃわがままやな。人と一緒にいたいけど一緒にいすぎると疲れちゃうみたいな。バランスがむずい。バランスが。こんばんは。やばい、みんながこんばんはしかコメントしない配信になっちゃった。みんながもっとコメントしやすい話しないとあかんな。こんばんはしかみんなが言ってくれなくなっちゃった。まあそう、だからその自己防衛本能的な感じで自然とバランスをね取ってるとは思うんだけど、それでねどんな問題が起きるかっていうと、部屋が片付かないんですよ家にいるときに元気なくなっちゃうから家が本当に片付かないんですよ。問題はそこだね。こんばんは。小原さん戻ってきますね。あ、ジョンマイラブですか？発表されたんだ。そう、今の万次郎が2月の十何日とかまでなんで、いっちゃん最後また小原さんになるみたいですよ。小原さん愛媛出身の人とかだった気がする。違う、それは村井さんだ。関係ないです。嘘つきました。こんばんは。
よいしょ。サリ何してんの？今めちゃくちゃ溜まってる洗い物してる。溜まってるって言っても今日1日で溜めたんですけど。今日1日で溜めたんですけど、溜まってる洗い物してます。こんばんは。時間はなんか行動力がダメだったので、ここから頑張ります。眠くなるまで家を片付けるぜ。一人暮らしにしてすごい量って言うけど、普通に自炊してたらこのぐらいの洗い物はまあ出ますけどね。全然出ると思う。そう考えると自炊って手間だよね。趣味だからやってるけど、どんなに元気なくても料理だけできるからね。そう、なんかいつもは1時とか2時に寝てることが多いんですけど、ここ1週間ぐらい毎日4時とか5時とかに寝てて、マジで生活リズムが死ぬほど狂ってるんで、ちょっとねやばい、これねやばいです。非常に良くない。反省はしてるんだけど、なかなかね。昼前にはちゃんと起きてんだよ。そんな時間に寝てるのに12時前にはちゃんと起きてるの。こんばんは。意味わかんない生活してます。ここ数日休みが続いてたから、休みもしくは夜からの仕事が続いてたから、なんかやっぱ夜仕事だと帰ってくるの遅くなって、そっからいろいろやってるとさ遅くなっちゃうんで、したらねこんな感じになっちゃったんだ。にしても5時は、ね、起きすぎだけどね。でもやっぱさ11時とか12時とかに帰ってくるとさ、そっからお風呂入って、でそのサイのダメなところは、何時に帰ってきても自分のしたいことを夜に始めちゃうこと。そう、最近の趣味がパズルゲームなんだけど、何時に帰ってきたとしてもお風呂上がりにそのパズルゲームの時間を取りたいのね。それのせいで遅くなってる。それが良くないところだね。あとさやが夜眠くならない人間なのも良くない。何時まででも起きてられちゃうっていう、あの体質なのも良くないね。
もうさやはさ、時間を作ってさ、鶴姫伝説の DVD を見たいのにさ、今日とか死ぬほど時間あったのに見損ねた。夕方5時くらいからさ、見よう見ようと思ってこんな時間なんだけど、意味わかんないんだけど意味わかんないんだけど、どうなってるの？なんでこんなにダメな感じなの？待って、菜箸が映ってた。なんでこうなっちゃうんだろうな。ダメですね、非常に。こんばんは。最近のね、私の変化もかあって、前は一人で行動する時の行動力が異常だったんですよ。もうなんかパッと思いついたらどこにでも行っちゃうみたいな、思い立ったら一人で、それこそユニバとかみたいな人間だったんですけど、最近はなんか人に誘われたりとかしたらめっちゃフットワーク軽いけど、一人だとなんか行動力が減り、泡が飛んできた。行動力が減りました。めっちゃ変化じゃない？二十歳過ぎたらなんか性格変わった。社交的になったってのもあるし、うわ泡が、今日洗濯するからいいやこんばんは。今日めっちゃビジュ悪いな。今更だけど。今更だけどめっちゃビジュ悪いな。髪ボサボサだからか。髪ぐらいセットしてからやればよかった。こんばんは。よいしょ。年々家にいるのが好きになってきてます。マジで。じゃあね、最近は外に出る方が好きかな。始めるとすぐ終わるよね早く始めればいいのに。分かってんだったら早く始めればいいのにね。ショールームとかでさ、やるとマジ一瞬で終わるんだよね。さあね、不思議、ショールームマジックと呼んでる、それを。不思議すぎて、一人だと一生できないのに、ショールームをすると一瞬で片付くから、これはショールームマジックと私呼ばせていただいております。みんなのおかげですぐ終わるんだ。初めの一皿が辛いって言うじゃないですか。違うんです、私は初めの一皿を始めても途中でやめちゃうことがよくあるんです、一人でいる時だと。
せっかく最初の一歩踏み出せたのに途中でやめちゃう時あるんだよね。もう無理みたいな。しかもまだ2皿目とかで、信じられなくない？そんなわけないじゃん。普通普通さ、なんかさ、物事って始めたら、始めるまでのハードルが高くて、始めちゃいさえすれば継続はそんなに苦じゃないみたいな言うじゃん。そんな常識通用しなかった、私のこのズボラな性格には。リビングに4つもコップ置きっぱだし、またくもう、どうしていつもこうなんだ洗い物は今日はお湯にしました。カレーとかの油汚れがあるんで、ちょっとあったかい方が落ちるんすよね。まあ、あと普通にこの時期手が死んでしまうのでお湯にしてます。こんばんは。いやさね、感づいてたんですけど、実家にいる頃から一人暮らしあんま向いてないんですよね。頑張れない。まあ、してるんで頑張んなきゃいけないんですけど。よいしょ。食べるものとか無駄にしちゃうことが多かったりする？私食に関してはやっぱその趣味だから、料理するのがなんか食材ダメにしちゃうみたいなことはマジでないね。絶対絶対に大丈夫だね。ほぼないです。こんばんは。ほぼないですね。こんばんは。キッチン周りはね、常に綺麗だし、そうちゃんとしてんのよ。それ以外だよね、だからダメなのは。洗濯めっちゃ溜めちゃうとか、部屋が物で溢れ返ってくるとか。マジでね、キッチンだけはね無敵なんよね。こんばんは。よいしょ。あ、でも重曹は私ないな。綺麗な方がいいんだから。やっぱキッチン周りは常に綺麗にしたことないと、綺麗にしてないと虫とかがね平気で寄ってくるから、つい嫌だよね。生ゴミとかね。苦手な家事は、さ、まず料理以外全部苦手ですね、間違いなく。まあね、間違いないです。料理以外全部苦手。すごくない？逆に。だからさ、みんなさ、基本的にショールームとかって
そのショールームとかみんなに見せる姿ってさ料理しかないじゃん、その家庭的な面って。だからすごいみんなにはね、いいお嫁さんになりそうだねって言ってもらえるんですけど、本当に料理以外からっきしダメなんで、私的にはあの本当に洗濯と掃除が趣味の方と一緒に住みませんかっていう本当にねそんな感じです。いかがですか、料理だけ得意っていうのがサリーの料理。いやほんまにそう、むしろそこしかない。し得意でもないの。なんかさ好きじゃないけど得意な人とかさいるじゃん。あと好きだけど得意じゃない人とかもいるじゃん。もう好きでもないし得意でもないからもうその何もしたくないみたいな。後片付けも得意？いやだからもう掃除と洗濯が苦手だから片付けも無理よ。そう。あでも洗濯はあの洗濯機に入れるのは好きとか、干したり干すのを取り込むのがすごい嫌今一瞬めっちゃブスだった。パッて画面見た、めっちゃブスで今泣いた。ピエン、お裁縫はね好きだよ、好きだし得意です。でもお裁縫ってさ日常でそんなにすることないじゃん、イレギュラーじゃない？お洋服破けちゃったとかさ、そんなにすることないよね。こんばんは。いやーでもなんだろうな、なんでさこんなに片付け苦手なんだろうな、永遠の悩み、永遠の悩みです。物捨てられないのが原因な気がしてるよ。原因は分かってるんだよ、おおむね、おおむね原因は分かってる。あれ袋って全部終わったっけ？開けよう。よいしょ。こんばんは。え、遺伝でもお母さんめっちゃ物捨てれるし片付け得意っていうか。あんま散らかさない人なんだよね。そう。マジでね、尊敬。めちゃくちゃ尊敬してる。だから、私ができないことできる人のこと尊敬してる。あ、ヒラリンさん、クマちゃんありがとう。趣味で何か集めたり捨てたりする？あ、でも私結構何かにハマったら収集癖ありますね。最近は特に何も買ってないんですけど、前はなんかいろいろ買ったりしてた。最近ないな、ありませんね。なんかグッズとか買わなくなったから集めなくなったかな。一番集めたものなんだろう。まあでもさ、あれ
全部揃ってるあれだけ。あのマサさん、タコちゃんありがとう。あのあれ、謎解きはディナーの後でっていう原作がもともとめっちゃ好きだったのね。東川徳也さんが書いてる探偵もめっちゃ好きやん。そう、探偵ものめちゃくちゃ好きで、それはみんな知ってると思うんですけどだから謎解きはディナーの後でって作品がもともとすごい好きで、図書館で初めて読んで、うわめっちゃおもろいと思って、すごい。それでね、その小説をまず全部揃えたんですよすごくない？そう、図書館で読んだけど、うわ自分家に欲しいと思って全部買ったの。したらドラマになったんですよ、それが。しかも私の一番大好きな女優である北川景子さん、北川景子さんも小学校の時から一番好きなんだけど、がそのドラマやるってなって、でドラマもめっちゃおもろかったから、ドラマの DVD 買ったの。 DVD ボックスみたいなあるじゃないですか、ドラマって絶対出るじゃん。その後まだ人気で映画にもなったので、映画の DVD も買いましたであの作品、そうそう、あの嵐の桜井さんもですが多分主演なんだけど、そう、なんか謎解きはディナーの後ではなんかまるっとなんか全部買いました。小説から始まり DVD も買って、なんか何回か見た気がする。最近見てないんだけど何回か見てた。うわおもろいなと思って。やっぱね、探偵系の何がいいって何回見ても新たな発見があるんですよ。あ、こんなとこに伏線があったんだとか。そう、経済回してますね。そう、ハマるとなんか全部揃えたくなっちゃうタイプです。そうだし、あと本の流れでいくと東野圭吾さんもめっちゃ好きなので、それもね結構ガリレオとか書いてる方だからさ、あの謎解きというか、そう事件解決系が多いんだけど、東野圭吾さんの本も全部は揃ってないけど結構買ってますまあまあ買ってますね。そう好きなんだよな。好きなものはなんか手元に残したい派。 CD とかも今サブスクで聴けるけど CD 買っちゃうみたいな。あすごい、最近シャーペンで文字ってか、シャーペン使いすぎてペンダコみたいなのできてる。うわすごっ、キモ東野圭吾さん特にお気に入りは2つあるんですけど、どっちもは探偵じゃないんですけどミステリーっていうか探偵ものじゃないんだけど、人魚の眠る家っていう、これね篠原涼子さんが主演でね映画化したはず、と無限花っていう2冊あって、それが好きなのは、人魚の眠る家はその娘さんが、主人公の女性の娘さんが脳死しちゃって、そのもう回復の見込みがないけどまだこう息はあるみたいな。そう、それでその主人公のお母さんは娘が亡くなったことを信じられないというか信じたくなくて、どんどん暴走してっちゃうんだけどみたいな感じ。ちょっとねシリアスというかね、ちょっと重たい話なんですけど、とても面白くて、あとその本の表紙がすごい綺麗で好きです。私はキラキラしてるのよ。でも無限花はなんか朝顔の種がちょっとその
毒性があるらしくて、人間になんか食べるとその幻覚見たりするらしいんですよ。それでなんかそういうの、まあねそういう感じでちょっと話が進んでいくんですけど、すごい触る、あの上辺しか言ってないけど、なんかちょっと面白いんで読んでみてください。興味があれば、興味があれば読んでみてください。最近さえも読んでないんで、ちょっとあの詳しく内容を今話せないことに気づいてしまったので、また読みたいと思います。おすすめしたいのに、おすすめしたい人が喋れなかったら元も子もないですから、ちょっともう一回読もうって今思いました。あんま語れねえやと思って。しかもそれ多分初めて読んだのが中学の時とかだから、その時に衝撃を受けてずっと好きなんだけど、最近ちょっと何年か読んでないんでね、ちゃんと読みたいと思います。何年か読んでないと人間忘れちゃいますね。そう、おすすめ、あと東川徳也さんだったら、まあ、謎解きやディナーの音でもおすすめなんだけど、もう一個あのなんだっけ、あ、どうしちゃった、私の知らない探偵だっけ、ちょっと見てきていい、題名忘れちゃった。あれさ、途中に持ってきてないっけな、実家に置いてきてるわ。そう、なんかそれも面白いです。それもドラマ化してるんですけど、そう、おもろいんで、まあ、みんな見て読んでみてくれ。容疑者 X の献身はおもろいね。あれはガリレオのシリーズですよね、確かね。あ、おもろいですね。小説は一気に読まないと内容わかんなくなるね。あ、だからそれ小説とかめっちゃブワーって読むのが好き。そう、小説でもドラマでも漫画でも何でもズワーって一気見するのが私は好きですね。ちょっと洗い物してパサパサしてきたからハンドクリーム塗った。こんばんは。まあいい匂い、そんな感じで。でも最近全然本読んでないんで読まなきゃなって。あ、そうそうそう、玉木宏さんが出てるやつ、私の知らないなんて。玉木宏さんとね、ゴリカヤノさんがね、よいしょ、ドラマやってました。ちょっとさ、うちにさ、あれがあるんですけど、ウォーターサーバー、ウォーターサーバー用の水がさ、今玄関をさ支配してるからさ、こいつをまたがないとさ廊下通れないんだよね。めちゃくちゃ邪魔。片付けよう。重いからとりあえず一旦置きっぱにしてんだよね。それが良くない。一旦置きっぱにするっていう思考回路が多分部屋を散らかす原因な気がしてる。しょ、こんばんは。図書館ね、私ね、あれなんだよね、学生時代学校の図書館はマジでも入り浸ってたの。毎週通って本借りて登下校中に読んでみたいな。でマジ大人になってから一回も図書館行ってない。そう、昔は友達と図書館で勉強したりしてたのにね。やばくない？小学校の時図書館で勉強してたんだけど、やば、えら。あ、そう、それ漫画マジ単行本で読みたいタイプです単行本派でも、まあ、漫画はそもそもあんま読まないんだけど、そう、漫画読まなくなりましたね。もう小学校ぐらいの時に漫画読んでた以来、多分ほぼ最後に読んだの鬼滅の刃みたいな、そういう状況です。
結構深刻な漫画離れしてますね。小学校低学年で私の漫画人生終わってる。なんかそれこそるんちゃんが結構漫画好きだと思うんですよ。それでその愛媛でそのやっぱ漫画の話とかでみんなと盛り上がってたりして、あ、なるほどねと思って、漫画を読んでいることによって人と会話がはかどるんやって学んだ。そう、うわ、その技いいなと思って。さやは漫画を全く読まなくてみんなの話全然ついていけなくて、うわ、強いなと思って。ごめん、配信止まっちゃった。かわいい寝巻きでしょ、かわいいよね、もらいました。スラムダンクはさ見たことないからまず話がわからないのと、スズメの戸締まりはどうだろうね、行くかな、行かなそう。映画館に映画を見に行きたいとは思うんですけどね。スズメの戸締まり面白かった？マジ？そう言われると気になるやんねちょろいからちょろいからさ。あ、やばいやばいやばい、ノンカフェインコーヒー飲もうと思ったら3回分ぐらいのコーヒーの豆入っちゃった。共演者の方漫画好きが多かった。いや、多かった。ハンターハンターとかさ、何の話だっけな、なんか聞いてて、あ、分からん分からんってなってたんだけど、ハンターハンターの話とか、それこそスラムダンクの話とか、あと何してたんだろう、私が知らない漫画だったから、なんかあんまり名前は聞いたことあるんだけど、あんまりよく分かんなかったんだよね。そう、でもそうか、漫画はその会話ツールになるんだと思って、あの学んだ。よいしょ。だからルンちゃんとかがなんかいろんな人とすぐ仲良くなれるのはそういう共通の話題が多いからなんだと思って。学ぶべき姿勢を見させていただきました、ルンバ大先生には。よいしょ。まあそのルンちゃんの人柄ももちろんあるんだけどね、あのなんだろう、明るくてなんて言うんだろうね、ちょっとこうなんだろう、不思議ちゃんだから知りたくなるような感じ、どんな子なんだろうルンちゃんはってなる感じの、あの人当たりの良さと、ちょっとこう不思議ちゃんな感じがすごい。あの魅力的なんだろうなって。すごくない？それマジで4期頭誰とも仲良くなれなすぎてめっちゃ研究してた。ルンちゃんとカレンちゃんはなんでこんなみんなと喋れるんだろうってめっちゃ研究してたから、研究の成果めっちゃ出てるくない？バッチリじゃない？もう私は本当にもう共通の話題がちょっとなさすぎたんで、あのこの持ち前の明るさだけで乗り切るっていう新たな戦略で行ったんですけどそう、持ち前の明るさだけが取り柄だ私はと思って、そこだけで勝負した。やっぱセブンの牛乳うまいんだよな。なんかさ、ごめん、ちょっと一瞬違う話していい？この前スーパー行って、スーパーの方が牛乳安いしなと思ってスーパーの牛乳買ったんだけど、なんかいまいち美味しくなくて、やっぱス
セブンのセブンかローソンの牛乳めちゃくちゃうまい。そうローソンの方が10円ぐらい安いんでローソン行くことが多いんですけど、今日はちょっとセブンにしました。あで話戻します。この話題だったらサイリン的に共通の話題で盛り上がれるよ。なんやろな。でもさマジで料理のことしか喋れないし、でも料理も別にさそのちゃんと学んだわけじゃないからさ、すごい浅い知識しかないからそんな話せないから、なんだろう、なんかゲーム実況の話かな。ゲーム実況の話だったらマジで無限に話せるんだけど、でもこれの難点はゲーム実況を見ている人がめちゃくちゃ少ないってこと。いやいるんだよ、世の中にはいっぱいいるの。そのだってそれこそゲーム実況者なんて今超人気やからさ、世の中にはいっぱいいるはずなのに私の周りにマジでいなすぎて、はあ、話せる人が話せる人がいないみたいな悲しいことになってる。不思議なんだよな、意味わかんない。なんだろう、なんならさみんなと話せんだろう。ユニバのこととか、ユニバのことだって話せるよ。でもユニバに私ほど詳しい人もそのあんまいないのよ世の中に。だから私ちょっと尖ってんだろうね多分、その知識が知識の偏りが尖りすぎててみたいなとこある。その説ありますね。共通の話題めっちゃむずい。そうキョカタムはゲーム好きなんだけど、その私と好きなゲームのジャンルがねちょっとずれてるんですよ。だから全然会話っていうかそのゲームの話とかはタムとするんだけど、あのちょっとずれてるんで、そうその超絶盛り上がるみたいな感じじゃないんですよ。でも普通に2人で富士急に行ってずっと話せるぐらいには、あの京花ちゃんと話題の共通の話題はあります。それぐらいあります。1日富士急で待ち時間とかあの喋り続けられるぐらいには共通の話題ありますね。あと最近の私の知識っていうか喋れることは、なんだろう、うわなんだろうな、 YouTube でさ基本的にその知識を蓄えてからさずっと本当になんだろう、科学的なことかな。毒とか誰が普通の会話で毒の話で盛り上がんねん、盛り上がらんてとかさ、いやマジでねその知識の尖り方が異常すぎてむずいよね。でも人間共通の話題なんてなくても全然ねなんとかなるんだよ。そう相手の話を楽しく聞ける能力さえあればマジで共通の話題ゼロでも全然余裕で、私は結構人の話を楽しく聞くことができるから、私みたいに一つ共通の話題なさすぎ人間でも余裕なんだ。宇宙とかも見るよ。それこそさミスターバイエンスを見てるからさ宇宙のこととかめっちゃ見るよ。そうこの星の大気はこれでみたいな、それもまああんま興味ない人の方が多いじゃんね。よいしょ、太陽がなんで燃えてるかとかさ別にそのみんながみんな興味あるわけじゃないじゃん。
私はすげえ興味あるからさ、すごい調べたんだけどさ、別にみんなあんま興味ないじゃん。なんでだろうとかじゃないじゃん。あんまそのみんな興味ないから、そうなんだよね。すげえ豆知識にはなんだけど、そう、その宇宙には酸素がないのにどうして太陽は燃え出るのっつったらさ、核融合反応ですごいエネルギーを出してるんだよっつって、燃えてんだよっつってさ、人間はまだ核融合はその実験でちょっと核融合させるのはその最近できてきたけど、まだまだそれをエネルギー源にするのは難しいんだよみたいなさ、興味ないやんその話したって。なんか聞いてる側もおおそうなんだ以外の感想生まれないじゃんこの話をしたとて。やっぱね、とがりすぎてんだよな、興味の矛先が人と違うんだよね。そう、こんばんは。都市伝説は怖いんでちょっと苦手です。火星は住んでみたくない。あの火星についての話もありまして、その火星とその地球の距離的に、そのもしその電話通信ができるようになって、できてその火星に住む人、人間が移り住んだとして、火星に住んでる人と地球に住んでる人の連絡手段がこう通信電話になるとするじゃないですか。電話になるとなんかラグがね、あー忘れた、9分とか生まれるんだっけな、確か6分か9分みたいなぐらいその時間がかかっちゃうらしくて、そうなるとやっぱ電話は現実的じゃねえっていうことになるじゃん。だからやっぱその文字での、そのメールみたいなさ伝達ばっかりになって、そのやっぱ火星に移り住んじゃった人はさ、コミュニケーション不足というか、その火星に一緒に移動した同じ人としかほとんどそのリアルな交流ができなくなるから、そういうのでちょっとなんか心の健康的に良くないみたいな。だしやっぱ人間は閉鎖空間にそのまあ割と少人数めな特定の人物だけで生活すると、もう本当に絶対に対立するんだって。もうみんな超平和みたいな絶対無理らしくて、もう人間の本能なのか分かんないけど性格的に、だから絶対その分断されるらしいの、意見の対立みたいな。そしたらもう大変やんね。みたいなのを夜な夜な見ているが、これショールームではすげえ盛り上がるんだけどさ、ショールーム弁慶になっちゃうんだよね、この感じの知識のつけ方でいくと。そう、ショールーム弁慶すぎるんだから、リアル実生活に役立たなすぎ。まあでも物知りではあると思うんですよ、通常の人より。人間をその普通をどこに定義するかによるけどさ、まあ他の人よりはある程度物知りなところがあると思うんで、ふとした時にあそれってこうらしいですよみたいな、あの刺すことはできるんだけど、その刺すぐらいがいいの、メインの話題にあそこチュッて刺すぐらいのそのなんだろう武器はあんだけど、それをメイントークテーマにするほどのそのあれがない。そうほどのあれがないっすね。
話題はないっすね。深くまで聞かないでっていうかさ、盛り上がりに欠ける。なんかそのメインテーマでみんなで盛り上がってて、そこにちょっとしたもの知りというかさ、その豆知識をさツンって刺すとさ、お、そうなんだみたいな、その話のスパイスにはなるじゃないですか。でもそれをメインにしちゃうと、なんかみんな知らなすぎて、私のその一人喋りみたいな会話じゃなくなっちゃうわけ。そうだから、そのメイントークテーマとしては適さなすぎるんだよね。そうそう、スパイスぐらい。でも私なんかちょっと前にゆうなちゃんにボキャブラリーが豊富みたいな、その慣用句とかことわざとか知らないのよく知ってるよねって言われて、なんか私はそれを言われるまで全然思ったことなかったの。そう、なんかやっぱ自分の中の普通とかってさ、凝り固まってるやん。もう生まれて21年のさ習慣とかさ経験がこう蓄積されて自分の普通になってるからさ、普通って概念にこうなってるから、その気づけないじゃんそういうのって。で言われて、おそうなのかもって思って意識するようにしてみたんですよ。自分が知らぬ間に慣用句とかことわざを会話の中に入れてるのかもしれないと思って言ってたわ。意識してみたら自分めっちゃ言ってた。うん、あ、言ってる言ってると思って、もうなんか考えて言うっていうよりかはもうナチュラルに出てくるぐらいになってるから自分では気づかなかったけど、言ってたと思って。そう、なんかその私は頭がいいからこんな言葉も知ってるんだよってなんか変に使ってるわけじゃなくて、なんかもう普通に言ってたから、そう自分で気づいてなくて。でもさ、自分が知ってる慣用句とかって相手も 100% 知ってるとは限らないじゃん。だからその時と場合によって使い分けられる人間になりたいなと思った。そう、その別にさ大人と喋ってる時、もっと目上の人、絶対にまあその自分よりまあ頭が良いだろうと言われる方々と喋る時は別になんか全然出していいと思うのよ普通に。でも同年代の子と喋る時とかってなんか難しい慣用句とか言ってもなんか多分相手んってなる時とかあると思うの。でもまあここでその慣用句の意味を聞くのは話を切っちゃうから分かんないけど通り過ぎよって思わしちゃうこととかもあるのかなと思って、あんまりなんかね、なんかもっと噛み砕いた会話もできるようになりたいなってすごい言われてから思いました。そう、恐縮ですっていう子珍しい。確かに口癖になりつつあるからな、恐縮ですって。なんか褒められた時の対応ってめっちゃむずない？なんかいやそんなことないですよはさ、相手の感性を否定してるのかなって最近思ったのよ。なんかすごいですねとかさ、なんか私のこと褒めて、相手が褒めてくれた、それに対していや全然違います、そんなことないですって言ってさ、褒めてくれたその人のその感性を否定してることになるやん。いいと思ってくれたのにそれを否定するということは、そのいいと思ってるその相手の方を否定することになるかなって思うんだけど、逆にさ全部さ、あそうそうなんです、あそう思ってくれてるんですか、ありがとうございますって全部飲み込むとさ、なんか反感買うときってあるじゃん。これね人間関係難しいですよね。これ難しいところなんですけど、全部ありがとうありがとうって受け取ると なんだって思われるときもまああるじゃないですか、悲しいことに。その中で恐縮です、これ一番便利です。相手も否定せず、しかし自分をちょっとこうへり下って、
ありがとうを言うって感じ。いやそんなことはないと思うんですけど、でも嬉しいですのニュアンスが含まれるやん、恐縮ですには。もう一番便利な言葉だなと思って、めっちゃ使いますね。しかもちょっとおもろいやん、なんかボケっぽいやん。そんなさ結構ライトに褒めてくれてんのにさ、そんなガチガチの敬語で返したらさ、ちょっとボケじゃんそんなかしこまれるみたいな、ちょっと笑いが取れるんですごい便利です。めちゃくちゃ便利なんで、みんな褒められたらぜひ使ってください。キャラ的に大丈夫そうやけどね。いやでも私はなんか一時期でも本当にそれこそなんか褒められたらありがとうで返す習慣をやってたことがあって、私すごい自分を卑下しちゃうから、いやそんなことないですっていつも言っちゃうから、いやこれ良くないと思ってありがとう習慣を作ってたんですけど、まあその直接なんかさ言われたことは別に全然ないんだけど、ふとなんか自分ではなんか そこまで自分がこう相手が言うほどできているとか褒められるような人間だと思ってないのに、あんまりにもありがとうありがとうって受け取ると、そう自信いっぱいの人に見えちゃったらちょっとすごい自信ないのに困るなと思ってそう、それでね新たな言葉を探して恐縮が生まれたんだね。慣用句って便利だよね。こんばんは。それこそさ慣用句とか、あごめん失礼、慣用句とかことわざってさ、もう昔の人がさこういう出来事よく起こるから、なんかこのでこういう出来事を言い表す分かりやすい言葉欲しいよねって言って絶対作ってるじゃん。ごめん配信止まっちゃった。もうすぐ終わりますね。ちなみにもういい時間です。こんなやる予定じゃなかったんだけど楽しくなっちゃったそうだからそうやって生まれてきた言葉だからめちゃくちゃ便利。そう、発言素晴らしい、2月お話し会これからします。本当ですかありがとうございます、嬉しい。これこそ毎日配信のいい言葉出てこない、さっき私の語彙力高いって褒めてもらったんですよみたいなこと言ったのに急に出てこないじゃん。まあ、毎日配信してるおかげで生まれた出会いですな。本当に結構ねショールームからお話し会こいつおもろいぞっつって買ってくれる人結構多いんでね、本当にお待ちしてます。ずっとこんな感じです。割とこの感じです。ずっと来たことある方はみんなああそうそうと思うと思うんですけど、割とこんな感じですよね。話し続けられるタイプなんで。ぜひぜひよろしくお願いします。ということで本当にね 2,30 分で終わりにしようと思ったんだけど、なんか思ったよりいっぱい喋っちゃいました。ちょっと楽しかったです。なんか元気なかったけどショールームやったら元気になったんで、やっぱ元気ない時はとりあえずショールームをつけてみればいいんだな。そしたら元気になる時もあるかもしれない。たまに元気ないまんまの時あるけどね。ということでキッチンも綺麗になって、マジキッチン綺麗になった、最高。でも今こっちのね水切り台がすごい山盛りこんもりって感じで乾くまですごい大変です。はい、ということでランキングを見ます。
13位バイクドーさんありがとうございます。12位ともつさんありがとうございます。11位ヤスさんありがとうございます。10位ランタンさんありがとうございます。9位みなずきん3300点さんありがとうございます。8位そうすけさんありがとうございます。7位わさっぴさんありがとうございます。6位ひでまるさんかな、ありがとうございます。5位まささんありがとうございます。2位たたやまけんけんさんありがとうございます。3位ひらりんさんありがとうございます。2位やちさんありがとうございます。そして1位はとめさんありがとうございます。皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。ということで、まあ昨日からね1月後半戦に入ってまいりまして、頑張っていきましょう。1月後半も明日もショールームします。みんな来てね。ではおやすみ、バイバーイ。